はい、どうも皆さん、こんにちは。今回ですね、スーパーマリオメーカーのね、マリオメーカーになろうということでね、皆さんにね、すぐにでもね、マリオメーカーとして、すぐにコースを作れるようにね、いろんなことをね、伝授していきたいと思います。まあ、最初にね、作るというものを押してみましょう。そうするとですね、タイトルにあったものがそのまま現れます。まずはリセットボタンを押しましょう。はい。では、まず遊びやすいようにね、地上にしましょう。はい。ではですね、パーツがですね、まあ、最後まで行くと、まあ、これぐらいになると思います。はい。5列目まで出るんですけども、まあ、最初はね、みんな1列目までしかないんですよね。はい。まあ、まあ、どんどんね、配置とかしていけば、どんどん、ね、5列目まで一気に出ると思います。一気には出ません。はい。2列目が出て3列目が出てでどんどん出ていきますので、まあ効率のいいやり方としては、まあブロックとかね、こういうコインとかね、はい、連続としてね配置できるものをね、これでもうバーってやりながらね、ゴールを最先端にして Y をしながら移動すると速くなるので、ブロックを配置しながらこうやってね連続して配置するとどんどん配置していることになるので、すぐにねパーツが届くと思います。まあ、私は今もう全部出てしまったので、もう何も起きませんが、まあ、ちょっとこうやってね、こうやってこうやってなんかね、いっぱい配置してると、すぐにね、なんかバスの予定が来て、で、その後、さらにやっとくと、もうすぐにね、パーツが届きます。Wii U 本体のね、時間とかをね、変えたりなんかする手間もありませんので、こっちの方が絶対早いと思います。はい。まあ、こんな感じでね、ぜひさっさとね、全部のパーツを出してください。じゃあ次コースをね、ちょっと作ってみましょう。まあ、まずちょっと足場を作ってですね。まあ、大体のものはね、振るとね、いろんな機能を発揮します。まずじゃあクリボーでも置いてみましょう。定番のね。ノコノコでも置いてみましょう。そしてこのノコノコは振るとですね、赤いノコノコになります。はい。そしてですね、キノコをね、食わせたりすると、みんな大きくなります。みんな大きくなります。はい。ハテナブロックとかにはいろんなものを詰められます。クリボーも詰められますし、赤いノコノコも詰められますし、バックフラワーも詰められます。ではこれでちょっと一回やってみましょう。クリボーは2つに分裂します。大きい場合。はい、こんな感じでね。まあ、すぐに遊べるわけです。遊ぶというものを押せばね、遊べるんですけども、マイナスボタンを押しても遊べます。はい。そして、もう消したい時はこちらのね、ここにある、この消すボタンを押しましょう。そうするとすぐに消すことができます。いちいち右の方にね、手を持っていくのがめんどくさいと思った場合は、L と ZL を同時押しすることで消すモードになります。はい、押してる間ずっと消します。次ですね、じゃあ、次、羽でもつけてみましょう。羽はね、ほとんどの敵にね、つけることができます。こうやってね、どんな敵でもね、羽をね、つけることができます。はい。そうするとですね、羽をつけることにね、敵によっていろんな動きをします。クリボーだったらね、このパタクリボーの動きをして、パックだったらこうやってジャンプをします。赤いのこの子だったらこうやってね、浮遊しています。まあ、こんな感じで羽をつけるとね、いろんなことができます。次ですね、では、キラー放題行ってみましょう。キラー放題にはね、いろんなものを詰めることができます。まずですね、じゃあ、何も詰めないとですね、まあ、定番のキラーが出てきます。そして、ではね、じゃあ、コインでも詰めてみましょう。コインを詰めるとですね、コインが出てきます。はい。同じように、キノコでも詰めると、キノコが出てきます。はい。あとは、まあ、トゲゾウでもね、入れてみても、トゲゾウが出てきます。まあ、こんな感じで出てくるんですけども、トゲゾウとかはね、メットの場合はですね、振ることで、このようになります。これをですね、入れると、こうやってね、コーラとしてね、発射されます。で、この足がない状態でやるとですね、これで、かぶることができます。チャキーンって言いましたね。そうするとですね、上からの敵はですね、全部跳ね返すことができます。こんな風に。はい。
これがですね、ドッスンとかね、こういう敵でもですね、そして、キン。はい、強いですね。まあ、こういうのもね、ぜひ活用してみてください。で、今のキラー放題なんですけども、振ることで赤くなります。赤くなった放題は、キラーがですね、マリオの方に追いかけてきます。あの、スーパーマリオギャラクシーに、とかに出ていた赤いキラーですね。はい。で、これはですね、赤くなっただけなん、だけではなくね、今のようにトゲゾウとかを入れるとですね、さあ何か起こるでしょう。はい。高速になります。これでね、結構難しいコースとか作れるんじゃ、ではないでしょうか。早いですよ、これ。早いから、あーっと、あっと。ね。早いんでね、反応がしにくいと思います。トゲなんかもやってみましょう。トゲはですね、もう、配置するだけです。もうこれは絶対に避けられません。絶対にこれは死にます。トゲは、当たれば必ずダメージを受けてしまいますので。まあ、これは、行ってはいけない方向にトゲなんか置くと、まあ、コースの制限ができるんではないでしょうか。あとね、水の中にいるプクプクとかね、ゲッソウもですね、地上にね、普通に配置することができます。はい。これにですね、羽とかつけてみるとまた面白いことになります。はいはいはい。こんな風に、地上でも水中のものが遊べます。クッパ行ってみましょう。クッパは、まあ普通に、クッパはどこでも置けるんですけども、クッパは3体までしか置けません。クッパは3体まで置くと、もう真っ黒になってね、置けなくなってしまいます。はい、こんな風にね、クッパ3人兄弟もできます。これでクッパをね、上に乗っけることもできます。敵同士はみんなね、ほぼ全ての敵が重ねることができますのでね、それで遊んでみてください。そうするとこんな感じでクッパ3人がね、乗っかって、ね、面白いことになります。さらにキノコを食わせます。そうするとね、大きくなります。さらにクッパをですね、振ってみます。そうすると、クッパジュニアになります。ちょっとマリオブラザーズだと分かりづらいので、ニュースーパーにしてみましょう。はい、そうするとですね、このように、いろんな、ね、でっかいクッパと、でっかいクッパジュニアに、が見ることができます。クッパジュニアにももちろんね、キノコを食わせてね、大きくすることもできます。はい、こんな感じですね。で、これも、重ねることができますので、ね。こんな風に。こんな風にバカみたいなことができますので、ぜひ楽しんでみてください。まあ、クッパはこんな感じですね。では、音符行ってみましょう。音符はね、すごいんですよ。ちょっと高くしてみましょう。音符は普通にね、まあ、こうやって配置することで、まあ、普通の音符のこういう、ね、跳ねるブロックができるんですけども、この音符をですね、振ってみましょう。振るとですね、こういう赤っぽくなります。そうするとですね、はい、聞こえますか？この音がですね、場所によって変わるんですよ。だからこれでね、なんか全自動マリオなんか作りながら、音楽を演奏することもできます。ちょっとやってみましょう。これそうかな？これミですね。ここはミだ。ミがあった。あ、ハエが出てきました。このハエをね、叩くと、ハエ叩きが始まります。これでね、いろんなね、これ全部クリアするとですね、なんか、マリオの何かがもらえます。まあ、これでね、スタートしてスプレーやると一瞬で終わりますので。あと、このワンちゃん、ここを押すとですね、やったものが一つ戻ります。これで今、演奏が完成しましたんで、演奏してみましょう。わかりましたか今。たたたたたたんっていう音楽を作ったんですよ。まあ、ちょっとね、マリオの動きでね、わかりづらかったんですけども、まあ、こんな感じでね、演奏することもできます。では続いてですね、コースター行ってみましょうか。コースターはですね、二つの種類があります。白と
ということで青くなります。まず白い方はですね、普通にこういう風に、ね、ゆっくり進んでいきます。白い方はですね、こうやってすぐ崩れてしまいます。次青い方いってみましょう。青い方ですね、早いんですよ結構。で結構長続きします。はい、結構長続きます。結構というか、あの崩れないかもしれませんね。でですね、結構進めていくとですね、このようにですね、レールもつけることができます。このレール、ここにこれとか配置してみましょう。そうするとですね、あー行っちゃった、あー行っちゃった。まあこんな風にジェットコースターもね、作ることができます。ではシリーズがマリオ3、マリオワールド、ニュースーパーとね、4つのシリーズがあります。で場所が地下、水中、お化け屋敷、飛行船、城という風にあります。普通の初代のスーパーマリオブラザーズでは普通地上、地下、水中、城だけでね、お化け屋敷とかないじゃないですか。ではお化け屋敷の音楽ってどうなるの？思うじゃないですか。ここもね、こだわっていて新しい音楽となっております。聞いてみましょう。レッツゴー。はい、聞こえますか。こちらの音楽がですね、まあ新しいこのマリオメーカーにね、マリオメーカーのために新しい音楽を作ったそうです。あのスーパーマリオブラザーズではあのこのね、お化け屋敷とか飛行船とかないので、新しい曲を作る必要があったんでしょうね。飛行船だとこんな感じです。はい、なんか本当にファミコンっぽいね、8ビット音楽の感じで飛行船のような雰囲気が出てますね。同じくマリオ3でもお化け屋敷がないじゃないですか。やってみましょう。レッツゴー。はい、なんか怖い感じですね。お化け屋敷っぽいですね。逆に飛行船でマリオワールドもないので聞いてみましょう。レッツゴー。さあ飛行船の音楽でございます。こちらがちょっと城の音楽をアレンジした感じですね。はい、このようにね、音楽もですね、それぞれね、あのいろんなマリオメーカーのためにねアレンジされたものとなっております。ではですね、次エリア移動のねやり方を やってみましょう。まあまずちょっと床を配置しましょうか。あらら、地上地上、床を配置して、とりあえず土管をね、入れてみましょう。土管にもこのマリオをですね、入れてみましょう。そうすると、出口となる土管を置いてくださいと言われますので、まあ、この辺に入れてみましょう。そう、出てきます。で、ここにまた床を配置して、新しいところができますね。でまた土管を配置して、戻って、そうすると、また、地上に戻ります。まあこの辺に配置しておけばゴールみたいなことができます。あのエリアはね2個までしかできませんので、まあ2個といってもゴールがこれだけね離れたりできますので、まあこの辺で1個作って見えないようにして、またこの辺でもう1個土管をつけていければね、いろんなエリアがあるように見えますので、ね、そんな風に何個でもエリアが作れると思いますので、ぜひ工夫してみてください。そうするとですね、ちょっとやってみましょう。あ、行き止まりだ、入るしかないと。入ってみましょう。入ったら、あ、地下に来たと。あ、また土管がある。入ってみましょう。出たら、あ、落っこちたみたいなコースができます。外れの土管とかもできますね。これもね、同様にドアがありますね。まあ、マリオブラザーズのドアというのはなかったんで、まあ、これも新しいドアとなっております。ドアはね、まあ、こうやって2つのドアがあってね、行き来の、つながる場所をね、設定することができます。ちょっとマリオブラザーズだと分かりづらいんでね、新しい方に行ってみましょう。レッツゴー。
これドアに入ると、こっちに行きます。はい、まあ、それでドアをですね、まあ、ドアは、エリア移動は基本土管となりますのでね、まあ、ドアは、この、そのエリア内での、瞬間移動みたいな感じで使ってみてください。こんな感じで瞬間移動して、ゴールみたいなこともできます。隠しブロックですね。隠しブロックなんかも使えることができます。これをね、こうやって置いときましょう。置いて、この中に豆の木をセットしたりすることもできます。遊んでみましょう。こうやってですね、こうやって、空中ブロックが現れます。そして豆の木なんかもね、設定してね、なんか隠し通路なんかもね、作れたりします。あと、これなんかもね、一方通行のものを作ることができます。2番に行って、こういうものをつけてですね。こうなったとしても、一度下に行ったらね、上に登ることはできません。はい、これ当たってしまいます。一方通行の、ドアが作ることができます。エリア移動がね、一方通行にすることができます。では、あと、作るテクニックとしてね、いろんなものがあります。まずマリオの残像ですね。これ置いてみましょう。置いてですね。そして、遊ぶ。これで、マリオの残像を描くことができます。こうやるとですね、このマリオの残像が動いてですね、ここを消しゴムで、消して、飛んでるところを消してね、この着地地点に足場を置くみたいなね、こういったコースがね、作れると思います。はい、こんな感じでできます。あとですね、このように下からはいけない、あ、違う、上、下から通り抜けられる足場というのもありますので、こちらも使ってみるとですね、まずマリオの残像を使ってですね、ジャンプしてみましょう。はい、これでこのジャンプの位置にこれを置いて、ここですね。で、その後にこうやってやって、またこの位置にこの2段目のジャンプのところに足場を置いて、そしてこれでまた最後の残像ができましたので、こんな風にやると3段ジャンプでしかいけない、ね、足場も作ることができます。はい、こんな感じですね。そうすればですね、下からは行ってはいけないように、ここにハンマーブロスとかね、こうやってやって置いてたりすると、あれ行けねえ行けねえ、上から行くしかねえのかっつって、上に行かなければいけませんと、こういうねルートを定めることもできます。はい、消しゴムで消しましょう。あとですね、次音遊びっていうのをやってみましょう。音遊び、いろんなものがあって面白いんですよ。はい、こんな風にね、叫び声をつけたりですね、はい、こんな風な演出も起こすことができます。全部でですね、12あるかな、横に。そして24あったと思います。これ全部全種類振るとですね、変わりますのでね、いろんなものを試してみてください。まあ一番使いやすいのはですね、まあ、クッパなんかをね、ここに置いて、ボス戦雰囲気にしたいときに、このクッパマーク、これをね、配置することでね、音楽を変えることができます。
ボス戦の音楽になります。逆にこのこれを振るとですね、ボーナスステージの音楽になります。はい、カッパと楽しそうにやっぱりね勝負することもできます。あとはですね、これですね、自分の声もね録音することができるんですよ。やってみましょう。はい、これをですねセットすることでね、こんな風に声も入れることができます。まあこれ置くだけではなくね、ハテナブロックとかに入れることもできます。そうするとですね、ハテナブロックを叩くと、はい、こんな風になることができます。これはね、非常にね、面白いのでね、いろんなね、音がありますので、いろいろ試してみてください。まあ、こんな感じですね。まあ、いろんな、あとは自分でね、いろんなコースをやって、まあ、いろいろアレンジしてみたりすると、ね、いろんなネタを思いついてね、それをすぐにね、コースに表してみるといいと思います。あとですね、あと、アミーボがあるんですね。アミーボね、はスーパーマリオブラザーズのみ使えます。やってみましょう。ファルコンのアミーボ使ってみましょう。そうするとこうやって出てきます。ファルコンがハテナブロックに入れるとですね、はい、こうやってファルコンになることができますね。これアミーボはね、いろんなドットマリオのやつも置いたりすると、はい、こんなようなものもできたりします。いろいろ試してみてください。これはですね、網も持ってなくてもですね、なくても、こちらの住人マリオ。こちらをね、遊ぶ、クリアすることでね、何かランダムで手に入ることができますのでね、まあ、網持ってない方でも、住人マリオチャレンジいっぱいやってみてください。世界のコースからね、人気なやつをダウンロードして、それをアレンジするといったこともできます。ですからね、まあ、そういうコースはですね、もう一度ね、再アップロードすることはできませんので、ご注意ください。まあ、いろんな人のコースを見てね、いろんなネタを思いつくといいと思います。まあ、ということでね、今日教えたね、ことをね、ぜひ活かしてですね、すごい、素晴らしいマリオメーカーになってください。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さん、素晴らしいコースを作ってください。では皆さん、さよなら。